はい、皆さん左上をご覧くださいというか画面をご覧ください。みんなドームなんか知らんけど分かんない、どうなってるの、どれが敵、どれ、危ない、連邦だなこれは。オッケー、倒した、なんか倒した、ラッキー。いやー、ドームの制圧力半端ないっすね、半端ないって、こんな制圧できひんって普通。ウェーイ、よっ、はい、オッケー、ジェットストリームアタック、どうも皆さん、おはこんばんにちは、アイスゲーです。ということで今回もガンダムバトルオペレーション2実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いしゃす、あ、間違えた、しゃす。はい、ということで今回使っていく機体ドームでございます。はい、実はね、これまで18本19本ぐらいかな動画上げてきたんですが、スノードームはまだ出してなかった、今更気づきました。はい、リックドームの方はね、あの2本目ぐらいで上げたんですが、はい、忘れてましたね。うん、まあ、ということで今回はドームの方を使って遊んでいきたいと思います。はい、性能の方見ていきましょう。はい、ということで今回使っていく機体がこちらでございます。ドームレベル3、コスト400ということで、なんですけど残念なことにレベル3なんですけど、ジャイアントバズがレベル2しかありません。はい、誠に残念でございます。レベル3だったらもっと強かったのに、悔やむ、まあいいやまあということで、はい、ジャイアントバズですね、まあ、威力が高いのですごくいいバズーカです。うん、好きこれ。はい、次ヒートサーベル、レベル3、威力1980、約2000ですね。はい、ちなみにドムは2連撃まで放つことができますので、まあ1980とプラス、まあ、半分ぐらいですね、まあ、2500ぐらい食らうんじゃないでしょうか。はい、ただ挙動がすごい、なんていうか流れていくんで、この機体は、うん、難しいんですよね、動き方がなんでそこがどう使えるかはもう一撃次第って感じですね。それからスプレッドビームということで、これは先行話、まあちょっとひるませるやつかな、うん、ビリビリみたいな、そうそうそう、まあ、ちょっと逃げる時とかに使いましょうかね。攻撃で使えるのかどうかちょっと分かんないですよね。パッてやってメガメガしてるところにタックル食らわせて格闘とかなのかな、うん、まあいいや。それでカスタムパーツの方なんですけど、結構ガチガチにしております。はい、実弾の方ね、もう底上げしまして、まあ、バズーカとかが非常に多いと思いますので、まあ、実弾は大事かなってことで入れて、まあ、それから対格闘、これあったんで入れました。はい、それからスラスターですね、スラスターを大いに上げております。はい、でスキルの方なんですけど、こんな感じでございますと。お、強化タックルあるんですね。ほんほん、じゃあタックルどんどん入れていきましょう。緊急回避もあるし、構成のバランスもありますので、はい、かっこいい D 角ができます。はい、まあ、ということで今回このドームレベル3、コスト400を使って、コスト1000、あ、違う違う、コスト1000、コスト400、コスト1000ベーシック遊んでいきたいと思います。では行きましょう。はい、今日も来ました、この戦場ということで、400コスト1000ベーシック遊んでいきたいと思います。はい、皆さん左上をご覧くださいというか画面をご覧ください。みんなドーム、なんか知らんけどなんか知らんけどね、最初違かったんだけど、なぜかみんなドームになったっていう、そういうお話でございます。あー、いかがる、ジェットストリームアタック、あ、やばいっす、うおうおう、いいぞいいぞいいぞ、まるでジオン軍だ、わかんない、どうなってる、どれが敵、おりゃ、危ない、連邦だな、これは。オッケー、倒した、なんか倒した、ラッキー。あ、おお、かい、オッケー。あ、味方だ。あ、ちょっと待って。オッケー。
やつをやる。うわあ白ーお疲れ様です。さあ D から出撃でございます。いやドムの制圧力半端ないっすね。半端ないって、こんな制圧できひんって普通。ウェーイいざいざやれやれ、囲め囲め。あーちょ今のはなんか違う、思ったのと違う。やばいやばい、うーうーギャントンク。どう当たってるっぽいっすね。戦いなくなったよっ。わっくー巻き込まれていく、やばい。さあ出撃でございます。味方を助けに行くぞ。どれが敵、これか。あちょ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 、援護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 。あの奥の味方さんたちを助けたい。ジェットストリームアタック。あみんな下がって、やばいね、狙われてる。さあ C から出撃でございます。いやー敵さんのガンキャノンがね恐ろしいですね。うん、非常に敵のガンキャノンが厄介。これも後ろから攻めちゃいましょうか。おいしょ、危ねえ危ねえ。よろしくないですね。あっこにガンダムよっ、回避 OK、 いいんじゃない。さあ乱戦乱戦、あー新規下がられるとつらい。ちょっと待って、後ろから行こうか。よしよし、俺も行く。オッケー。オッケー。なんか食らった。お。ちょっと退避させてください。ジェットストリームアタック行こう。あ、ごめん味方。さあ C から出撃でございます。味方さんが戦っている、行かねば。いいぞいいぞ、やらせるか。来い爆撃、当たれ当たれ当たれ。いやー攻めらんねー、後ろからぐるっと回っていこう。だいるわいるわいけねえ。こういう時はもう突破するしかないですね、正面から。よいしょ、やっちゃって、おりゃー。
よいしょ。楽しかったです。いやー負けたけどね、恐ろしいぐらい楽しかったですね。C プラスは落ちちゃった。いやーでもね、よかったね。出撃的には非常に楽しめました。うん、まあそんなボロ負けってわけではないですし、もしかしたら勝ってた可能性もありましたね。はい、悩みに突っ込んでなければ。でまあこういうね、バトオペ2にはこういう楽しみ方もありますので、はい、皆さんもこういう仲間さんたちと出会えたら多分もっと楽しくできるんじゃないでしょうかね。はい、今回はなかなかラッキーでした。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様です。